宮崎努26歳が東京江東区の野本彩子ちゃん誘拐殺人事件で再逮捕され、そして留置されている深川警察署の前です。彩子ちゃん殺害の動機を追及していた一昨日13日になるんですが、宮崎が他の女の子も殺していますと話し出したわけであります。去年埼玉県下で起きた今野真理ちゃん事件、そして難波エリカちゃん事件について犯行を自供する上申書を深川警察署長宛てに書きました。その内容というのは、まず真理ちゃんの事件については去年の8月の22日入間ビレッジの歩道を歩いていた真理ちゃんを車の中に誘い込み、そしてとある山の中へ連れて行き手で絞め殺した。車の中で真理ちゃんの写真を2枚撮った。死体は自宅前の畑で焼いた。骨と一緒にいろんなものを焼いた。そして骨や歯を段ボール箱に入れて真理ちゃんの家の玄関の前に置いたと、こういうものであります。そしてまたエリカちゃん事件に関しましては、昨年の12月の上旬、埼玉県川越のグリーンパークで車から降りて声をかけ、車に乗せ正丸峠方面へ向かい、駐車場で首を絞めて殺害をした。周囲が真っ暗になって怖くなったので衣類を脱がして裸にして、死体を道路の端にして、脱がした衣類もそこへ捨てた。そして逃げたと、こういうことであります。また現場で車が脱輪した、これは目撃者もいるんですけれども、確かに、脱輪したということも上申書に書かれているということであります。さらに犯行に使った車というのは全て自宅にあったラングレーということなんですが、目撃者ではこれは黒い車というふうに言われていたんですが、このラングレーは濃紺である、暗いところで見れば真っ黒に見えるという車であります。これは上申書のあくまでも概要ということで全容ではありません。警察の発表の中で全容を知らせることは捜査の都合上できないということで、あくまでこれは概要ということでありますが、なお当の宮崎はこの深川署の3階の方に留置をされているわけですが、上申書を書いた後も何の態度の変化もなく、よく眠り、よく食べているということです。今朝も6時に起床をいたしました。そして7時から朝食ということなんですけれども、この宮崎はパン食があまり好きでないということで、4枚の食パンのうち2枚半を食べて、そして食べ終わった後は、朝食が取られる時間まで時間があるということで、ごろりと横になって、まるでリラックスした形ということで、非常にふてぶてしい態度をとっているということだそうであります。さて、それから捜査の方でありますけれども、先ほど8時20分に、この署から50人の捜査員が出ていきました。昨日は30人だったということなんですが、今日は人数を増やして、捜査陣も夏休み返上で50人。そして今日の捜査の内容というのは、見つかっていない凶器、それからまだ見つかっていない体の一部の捜索ということでありますが、それから最初凶器を捨てたという空き川、そこのところは実は先月の末に市民が清掃をして、そのゴミをトラック何台も集積所の方に持って行っていたということが分かりました。したがって今日の凶器の捜索というのは、そちらのゴミの集積所の方にもなろうかというふうに思います。しかしこういうふうに話をしておりましても、この3階でふてぶてしい態度をとっているであろう宮崎のことを思うと、全く腹の立つ、もう煮えくり返るような思いなんです。犯罪史上まれに見る巨悪事件の容疑者、宮崎努が留置されている深川警察署の前からでした。今にも泣き出しそうな空模様の埼玉県所沢市です。この入間ビレッジの今野真理ちゃん宅前にも深夜から大勢の報道陣が詰めかけておりますが、真理ちゃん宅はこの時間になってもまだカーテンが閉ざされたままになっております。宮崎の自供について、真理ちゃんのお宅へは深夜2時半ごろ、埼玉県警から確定的ではないけれどほぼ犯人に間違いないという連絡が入りました。それからご両親はまんじりともされず、特にお母さんは
ずっと泣き続けていらしたということです。今朝ほどお父さんにインターホン越しにお話を伺っておりますのでお聞きください。全く犯人は面白いなさそうなんで、ただね、あんな若いのにね、もう殺されたというのは悔しいですね。もっと例えば中年の30分40くらいかなと思ったんですけどね、そしてマリちゃんへは犯人が捕まったよと天国に聞こえるように祈りましたとおっしゃっています。そしてお父さんがついていなくてすまなかったね、天国で待っていろ、必ずお前のそばに行くから待っていなさい、こっちでやることがあるのでそれが終わってから行くよとお話ししたということです。そしてお父様の目には今でもいつも笑顔でウインクしていたマリちゃんの姿が目に見えるようだともおっしゃっています。それでも犯人は殺したいほど憎いけれどもそれもできない、家族みんなで力を合わせて明るく生きていく、つもりですとも話してくださいました。最愛の娘を突然何の理由もなく奪われた父親の深い悲しみ、そして犯人への激しい怒りが感じられます。今度マリちゃんの自宅前からでした。南波エリカちゃんは去年の暮れ12月9日ちょうど私が今立っていますこの位置で誰か男に話しかけるような様子を目撃されたまま行方が分からなくなりました。今ちょうど私の後ろにありますこの胸の4階、こちら側から2つ目がエリカちゃんの家なんです。そして6日後の12月15日エリカちゃんは名栗村の山の中で遺体となって発見されました。それからちょうど8ヶ月目です。宮崎はエリカちゃんも自分が殺したと自供したんです。実はこの南波さんのお宅なんですが、昨日一晩中電気がずっとついたままでした。お父さんとお母さんが宮崎が自供したというテレビを一晩中まんじりともせずにご覧になっていたということです。今朝お父さんはこんな風に話してくださいました。お聞きください。罪というものを本当に自分で認識がどの程度できるのかもうよくわからないんですけども、できるんであれば本当に人間の心を取り戻してですね、本当に罪を本当に認めて償ってもらいたいと思いますけど。予想はしていましたがやはりショックは大きいものでした。お父さんはこんな風に静かに話してくださいました。その言葉の中に悲しみと怒りが非常に溢れているのが私には胸が痛い思いです。一方お母さんの方なんですが、テレビを一晩中見ながらずっと涙を流し続けていらしたということです。そして今朝になって思い直したように今日はお盆ねということでエリカちゃんの大好きだったおはぎを今作り始めていらっしゃるということです。あよこちゃん事件の容疑者としてすでに逮捕されておりました宮崎努、自宅の部屋には4500本に上るアニメロリコンホラー趣味のビデオテープが壁を塞ぎ、その異常性を浮き彫りにしておりました。その一人ぼっちの城の壁には小さな血痕が残り、切断したあよこちゃんと数日間同居したという異常な快楽殺人死体愛好癖がまざまざと見られました。捜査が進むにつれ今野真理ちゃん南波エリカちゃん事件との関連を思わせる事実が次々と続出してきました。まず真理ちゃん宅に送られてきたポラロイド写真は間宮製カメラにより撮影されたと断定されましたが、同じメーカーのカメラが自宅から発見、今野真理ちゃん事件との距離を一挙に縮めました。そしてその写真に残っていた入材番号、これはフィルムの製造番号のようなものですが、宮崎の自宅にあったフィルムパッケージと入材番号が一致。さらに真理ちゃん宅に送られてきたメッセージをコピーしたのはキャノン製コピー機と断定、宮崎の父親の経営する印刷工場内にもキャノン製コピー機が2台ありました。そして送られてきた K ライナーという特殊な段ボール箱、これもまた宮崎は入手可能な立場にありました。続いて今野優子の署名のある犯行告白文とその筆跡は宮崎の筆跡と極めて似ており、今田優子すなわち宮崎とも26歳であるという疑いを強くしました。さらに南波エリカちゃん遺体発見の数日前、発見現場のすぐ下でコンクリートの溝に車が脱輪しておりました。そのタイヤ痕ナンバーが宮崎のラングレーと一致、脱輪していたのは宮崎の紺色のラングレーの可能性が高くなってきました。
そして宮崎自身が友人に語ったところによりますと、埼玉西方にはよくドライブに行き、そのあたりに土地勘があることをほのめ、昨年8月、埼玉県入間郡の幼稚園児、今野真理ちゃんは自宅のすぐ前で行方不明になりました。その後、自宅玄関前に真理ちゃんの遺骨、歯などが入った段ボール箱が置かれ、社会全体を震撼させる殺害状況を克明に書いた犯罪告白文と真理ちゃんを写した写真が送りつけられてきました。姿なき異常な殺人者は今田裕子と署名しておりました。私たちはこの悪逆無道な仕打ちにやり場のない怒りと痛みと思わざるを得ません。いたずらでこんなことができるという、そういう人間がいるということ自体が私としてはとても考えられません。そしてそういう人がまだ人間として普通に生活していることが耐えられません。埼玉県川越市の幼稚園児南波エリカちゃんが行方不明となったのは昨年12月9日。当時4歳のエリカちゃんは友人宅からの帰り道で忽然と姿を消しました。そして誘拐から6日目12月15日、入間郡の県道脇の崖下から無残な絞殺体となって発見されました。エリカちゃんはまるで生ゴミのように投げ捨てられておりました。変わり果てたエリカを見た時にですね、本当に人間じゃない、本当にエリカが変わり果ててしまいました。そして今年6月6日午後6時ごろ、犯人宮崎は野本彩子ちゃんの住む団地に姿を現し、彩子ちゃんを巧みに車の中に誘い入れ、誘拐からわずかに20分後、幼い彩子ちゃんの首を絞め上げ殺害。その後、自宅で彩子ちゃんの遺体をバラバラに切断、快楽殺人の異常な性格をむき出しにしました。それだけが痛いです。